船岡兵は、観音船岡城、または四保管は、宮城県柴田郡柴田町大麻船岡麻さ山に、あった、日本の城。四保管跡として、柴田町指定史跡。別名を、柴田城、船岡要外とも言う。本丸にある二等三角点、船岡の標高は135.86メートル。南西の大河原盆地を流れてきた白石川に、 北西の村田盆地を流れてきた荒川が合流して、東に流れるとすぐ、北側に、ニラ神山、南側に四保山が起立する。両山に挟まれた一出路を抜けて、東の船岡盆地に入ると白石川は、阿武熊川と合流し、高間丘陵と渡り地流山地との間の境部を抜けて、仙台平野に至り、仙台湾へと流れ出る。大河原盆地は、白石川沿いに、 東山道や、それを受け継いだ、欧州街道が通り、村田盆地は、荒川沿いに、山形県側とつながる街道が通っていた。すなわち、にら神山と四保山による胸部は、街道や周運が集中する、ボトルネックであったため、軍事的に重要であり、四保山に、船岡城が築かれたものと考えられる。現在は、船岡城市公園となっていて、公園内には、 約千本の桜がある。春には城下を流れる白石川堤防沿いの桜並木と船岡城市公園の桜が一体となって美しい桜の景観を作り出している。1990年には一目千本桜とともに宮城県で唯一日本桜名所百選の地に選ばれ、毎年4月中旬の見頃の時期には多くの花見客で賑わう。秋には 宮城大喫下店芝田大会が開催される。頂上へはスロープカーで行くことができる。城に由来する建造物はないが、頂上には高さ24メートルの船岡平は観音があり、中に入って外部を眺望することが可能である6月現在、東日本大震災の影響で観音像の体内に入ることはできない。当園からの眺望は、 宮城座を36系の一つに選ばれている。スロープカー登場は、急峻な地形であるため、観光客を運搬する商工施設が設置されてきた。1970年には、リフトカーが設置されたが、老朽化したため、1996年10月に、スロープカーが変わって、運行を開始した。スロープカーの現在の正式名称は、 柴田町船岡城市公園スロープカーで、所在地は、柴田町大技船岡阿ざ観山19番地23。柴田町観光協会が、観光整備資金から1億1999万5千円を借りて設置し、管理、運営をしてきたが、2009年10月30日に、同協会が解散したため柴田町に無償状とされた。同町は条例を制定して所有し、 指定管理者を選任して、管理、運営を委託している。スロープカーは、過保政作所制、全線単線で行き違い施設はなく、1両20人乗りに両編成が、1編成のみ、総延長305メートルのレール上に存在し、片道3分40秒をかけて、山頂駅と山腹駅の間を行き来している。運賃は、大人片道250円。 2010年にスロープカーが運行されたイベントは以下の通り、船岡平和観音に関するカテゴリー。ありがとうございます。